チュース。ピースオブケーキの翔太です。りょうくんです。さっさんです。そしてビスケットのサバちゃんです。はい、ということで最後までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そう、今日はね、毎週日曜日、はい、ゲーム投稿の日でございますですね。で、サバちゃんもいるということで、サバちゃんからのリクエストがあったんです。またしょうもないリクエストしてくるんじゃないですか、あの人、ほんとに。もうね、これをやりたいって言われた時は、え、嘘でしょっていうね。それがね、こちらです。人生ゲームです。いや、あの、今後もさっさんとちょっと人生にするゲームしようか。長なるぜ長なるぜ2人から6人でできる、6歳以上向きなゲームになるので、なんか教えました。いや、ちょっとこれでね、うん、もっとより深くね、いい関係が、ね、でも人生ゲームって最初にやるからさ人生ゲーム、この間うちらやった令和版っていうのがあったんですよ、うん、もう人生ゲームかなと思ったら、お金を増やしていくんじゃなくてインフルエンサーを増やしていくっていう、最後もわけのわかんない無金カードみたいになったゲームがあります。まあこういうシンプルな人生ゲームっていうのは本当もう何年もやってないんで、俺もそうっすね。ちょうどいいっすね、うん、ゲームの、あの、結婚するとこじゃないですか、はいはい、僕、あの、さっさんの車で、ね、いいですか。そろそろ始めますか。はいはいはい、そろそろ始めますか。はい、はいはい、ということで、今日はさわちゃんのリクエストの人生ゲームやってみたいと思います。本編の方ご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。よし。僕は赤色の車で、さっさん白、りょうくん青、さわちゃん緑でいきます。普通のルールですよね。普通のルールって何？ルーレット回して一番大きい人から時計回り。ああ、そうしますか。そんな、うん、そんな感じでしたね。じゃあ順番決めはそれで、うん、で、このステージは、おー、いいね、いいね。普通の、じゃあ全部普通でやっていきますか。はい、はいはい、それでは早速始めていきたいと思います。はい、まずは順番決め。はい、あ、ま、順番決めの前に5000円ずつもらえるんで、最初は、うん、みんな持ってます。で、ここで自動車保険を入る人は1000ドル払ってください。入ります。4000円ください。生命保険じゃない、もう入れてくれんの。自動車保険、うん、はい、だいし、だいし。じゃあ順番決めいきます。ルーレットの数が一番多い人から時計回りで、じゃあ僕から回します。1 いきます。8、うわ、6、今ここで6出しました。6回、意味ね、刺さって運命強度。はい、りょうくんから。はい、で、ビジネスコースに行くか専門職コースに行くか、まず決めてから。ビジネスコース行きます。はい、じゃあ行きます。はい、っこれ最後じゃん。8、歓迎会で特技を披露、4000ドルもらい、青い職業カードの人は6000ドルもらう。で、ビジネスになるんで断った時点で、で、給料もらえます。まず4000もらえます。はい、払いますね。はい、ビジネスもんか、どれか選ぶか。はい、見ちゃダメですよ、後ろ。はい、そして12000円あげてください。はい、はい、で、5000円で生命保険入れます。はい、はい、入ります。はい、これ持ってんね。何この闇金の方かな。もうこれ持ってねえじゃん。じゃあ俺ら専門職コースいきます。はい、お、教師気に入れば職業カードを取り、8万円するうち。あ、どっちにしても給料になるんだ。気に入りました。教師でいいっすよ。はい、お、5000ドルで生命保険入ります。じゃあ行きますね。あ、やだ。僕はさっさんと追いかけていくので、専門職で待っててね。え、あ、7567、医師じゃん。うえ、はい、2万です。医者、いろんなコピーやっちゃうよ。2万です。2万です。で、僕5000で、生命保険入ります。入りません。生命保険、じゃあ僕専門で。
正門正門4政治家になれる22000気に入らないね、じゃあ俺が日本を変えるんじゃない。生命保険はいいよね。入りますわ。鳴らしてくれ。鳴らしてくれ。17000ってことだね。はい、行きます。2話題の映画を初日に鑑賞。2000ドル払う。すごい。金よこせ。9ベストドレッサー賞を受賞、2万もらう。まーし、まーす。7ストーカーを撃退、6000ドルもらう。まーしまーす。はい。10、うん、臨時ボーナス、6000もらう。ありがとうございます。はい、いきます。5ベストドレッサー賞2万。多いね。みんな金持ってんな。そんなセンスあったの。ベストドレッサー賞6と結婚するの。しますよ。するんだ。こっちやる。はい。あー、ご祝儀なし。9もなしですか。なしです。90ないです。7結婚。いきます。みんな金くるかね。4 3000。しゃー、さっさ、下打ちがリアル。下打ちがリアル。いきます。結婚です。5 3000円です。業界お願いできますか。返して、さっき俺あげたかね。おめでとう。いきます。いいね、抜くねよ。また臨時ボーナス6000もらう。ありがとう。はい、最高。ビジネスマンなりげに給料高いな。7外国人の旅行客は道案内、両隣の人と6000ずつもらう。いきます。9このマスに止まったらチンコを変更する。どっち、どっちがいい。下だな。下だな。はい、給料日です。2万円。いきます。10家を買い旗を建てられる。これ2万5000でここ買います。せすすみいったね。はい、そして5000円で火災保険入ります。いきます。選択ミスですね、人生の。4ストップ。はい、そして15000円。6 5000円払って矢印の方向に進む。進んだマスの指示に従わない。だからもうこのここってことじゃないですか、うん、で、おいらここ通過してるから家を建てられるんだよね。はい、じゃあ、おいらこれ渡して2万で赤でここどこ、ここか4万。はい、クソだなおい。で、火災保険がいくらだっけ。5000円です。はい、じゃあこれでいきますよ。出す。7まず給料7。 DIY のお手伝い8000もらう。え、家買える。俺は8万円買います。いったね。いきます。2、1、2すっかり都会暮らしに慣れた。5000円払い、お宝、ハイテクロボットか自動運転車、どちらかを取る。え、こっち全然高い方がいいでしょ、これは。6、4、5、6友人とバーベキュー、8000円払う。8000円。はい、はい、ちゃっちゃん。そう呼んでいいのは小島だけだって。だからなんであいつだけ特別やん。エスト。はい、ランクアップ。ランクアップ、ルーレットを回してランクアップナンバーが出たら職業カードを裏返しにして給料をもらう。はい、2から8です。残念。残念。いきます。はい、4、はい、一緒です。さあさあ、2、4、6、8、10偶数ですね。いきますよ。持ってる男がこれ出すんですよ。入れよう。カーンってやって1やったら面白いな。はい、さあ最初だね。給料日じゃないですか。あ、給料もらえるっすよ、両方、ね、ってことは俺、うん、1枚、うん、1枚減らすね。よし、8000です。はい、いきます。ちょっと押さえて。9、はい、僕もルーレット回します。僕は3から8ですね。いきます。うおへー、ランクアップ。総理大臣になりました。
俺やばくない？俺が日本を買います。58,000。この世終わったな。58,000。あー、この世終わったわ。お前見て、総理大臣がここの家やで。いきます。10、8、9、10。 DIY のお手伝い8,000円もらう。これって家買ってもいいんですか？あ、家買ってもいい。はい、はい、じゃあ家買います。どこの家？ここすごい家だね。建てとくよ。はい、青いね。ブルーだね。なんで英語に直した？青いとこに青い。はい、チャチャ。え、どこに加算8、5、6、7、8。納税前にまとめ買い10,000払って7、8、9。はいはい、5、1、2、3、4、5。ブランド品が高く売れた。15,000もらう。いきます。7、6、7。男女の双子が生まれ、車に乗せ、みんなからお祝い2,000円ずつもらう。はい。投げんだ子供。投げ捨てられた子供が。女出しゃねえ。なんで4のとこに入れた？本当っすよ。なんかお前、お前、人の、自分の子供人にあげた。そこ育てしといてって言って。人に育てさせて。さあ、力行きます。9。1、まあ、ストップする、うん。1から9で。1から9で。さあ、言えるか。3、はい、せーの、ドン。部長になりました。部長です。家をリフォームする、持っている家の金額を払う。4万マジか。物件を2枚まで買える。15,000円。これが借金分やろ。4、1、2、3、4。バナナの皮で派手に転んだ。生命保険を使わなければ4万払う。使うよ。バカらしい。なんでバナナ転んでから生命を4万払うんだよ。いきます。9、9。株券を2枚もらえる。やばくね。で、さらに給料ください。58,000。そして株券を1枚いくらでしたっけ？4,000円。子供2人いますからね。いきます。1、1。はい、パートナーから結婚記念日のプレゼント25,000もらう。2、叶えます。夢叶えます。おお、場に余ってるお宝を1つもらえる。うわ、えぐっ。これすごいな。いいな。さっきのブーストで火星ロケットです。えぐいな。お願いします。すげえ。はい、あの安い位置に流れてる。7。スカッとぞ今。5、6、7。歌舞伎2枚もらえる。ある意味成功だね。使ってよかった。いきます。で、給料そうじゃん。すごい回しちゃった。家をリフォームする、持っている家の金額を払う。はい、いいっすよ。いきます。はい、4。ブランド品が高く売れた。15,000もらう。お宝チャレンジ。全員でじゃんけん対決。勝った人は場に余ってる中から一つだけ好きなお宝をもらえる。マジで？最初グーじゃんけんぽい。初期メンバー、初期メンバー。初期メンバー。マジ？いないやん、いないやん。譲れ。最初グーじゃんけんぽい。えい。やばい、ちょっと。うわー。つまらん。挑戦するんですか、もしかして。挑戦しましょう。そこは挑戦しましょう。オペラハウス。うわでもすごい。そういうところ。5、4、5。お宝チャレンジ。よし、来た。最初グーじゃんけんぽい。これすごい。これすごいな。これすごいな。最初グーじゃんけんぽい。あいこでしょ。おキーモムねー。あいこでしょ。そういうとこ。チャレンジ、男だったらチャレンジじゃない。そうっすね。こっちにします。1から5出せれば本物です。よし、け見つけたコーナー。1から5、せーの。これって今まあもらえないよ。あ、最後にってことする、うん、あ、そういうこと。はい、いきます。7、給料見ます。自腹を切って新人教育10,000払う。はい、よく行きます。はい、双子の赤子が生まれる。2,000円ずつもらう。え、これ株券があるからね。やばいよ、10万。1枚いくらやっけ、これ。そう、
株券のまず枚数でなんかのベビーベビーシッターの副業をする子供がいる人全員から2000円ずつもらう。いない分。よし。9、8、9。火事で家を失う。家に建てた旗を外す。マジ？まあ、とりあえず給料で。でも火災保険を使えば入ってんの？入っているよ。2万もらえる。やった。これですね。はい、行きます。10、7、8、9、10。ストップ。子供1人につき3万もらう。2人、6万。続き決算。決算日だね。行きます。7、5、6、7。ゲーセンで神と呼ばれ3万もらう。それでプラス給料日。総理大臣には叶いません。3。自腹を切って新人教育。1万払う。金で笑えなかったです。10。ストップストップ。はい。子供いないから。はい、じゃあね。行きます。10。惜しい。ユニークな発明で特許出願3万5000円払う。生命保険満期。生命保険に入ってれば、ちょっと待って。10万。10万もらう。はい、行きます。8。ベビーシッターの職業をする子供がいる人全員から2000円もらう。株価が下がる。株の持ち主全員が株券1枚につき1万ずつ支払う。マジ？俺2万。うわ、えぐ。6を出せば俺終わりやろ。まあ一等、一等のやつがもらえるやつね。10。3万5000円払う。実際に入ってるから10万もらえる。あ、俺さっきなくなったんだ、生命保険。はい、じゃあね。で、3万5000円だけ払う。はい。家もなくしたしな。俺人生やばくない？やばい。俺6で終わりっすね。いきます。これぴったりじゃなきゃダメなの？ぴったりじゃなきゃダメです。だから2個戻りです。株価が上がる。1枚につき8万で売れる。すげえ。80、100万。え、違う、80で96万。96万。どうあがいても一番勝ちや。そりゃそうだよな、総理大臣だもん。総理大臣は強い。あ、90万 6っす、あと6っすとか言いてぇな。6っす。うぜぇ。あざっす。やば。2。はい、給料日。8。子供一人いない。約束手形を2万5000円で返したから、返せないときは家を2倍の金額、お宝をカードで、の金額で売る。ってことは、これで23万。この辺来ても1回ぐらい来ても全然痛くねえもんな。1。オーガニックレストランでプロデュース5万ほら。いきます。2。うわ、惜しい。ない。5万なら、5、3。大物釣り上げ4万もらえる。4万でしょ。4。マスターズ陸上競技で優勝3万もらう。2。人工知能で初期資産運用。はい。10万もらう。いきます。5。またもらえるの？いらないだろ。もういらないだろ。知らんよ。2。全然ゴルフでホールインワン5万もらう。よ、10万、生命保険。そろそろゴールしたいからな。じゃあ、あと1個。火星に移住する。は？25万払う。いや、25万。なんで火星に移住するの？ど最後で、やばいな。17万2000円しかないです。これで、こういうふうになる。散々ですね。いきます。何も嬉しくない。5。株価が上がる。ないです。はい、行きます。9。子供1人に3万もらう。6万。2。誰？俺。3万5000円。ここ止まったら結構勝ち組っすよ。行きたくないです。火星まで行ってるんですから。教師8000やで。安月給で。5。町工場の世界進出に出資。13万。言っていいですか？はい。バカじゃなかろうが。マジ？バカでしょこれ。マジで言ってる。
火星行ってなんで町工場行った行きます。新しい楽天保険25,000もらう。そういうことか。家も子供もないから、よし、稼いこうっつって。あ、でもその前に町工場ですって。そうっすね。おかしいでしょ。8万で売れる。来た。これちょうだい。32万。32万。稼いだんだぞ、俺は。おお。よし、よし。それ5枚返してくる。いきます。株価とか見ないですね。はい。もう一度大学受験6万払う。6万、はい、6万、はい、だって俺も入って行ってみてえな。火星入って 1,2,3,4,5,6 わぁ、13やったね、さんざん、町工場だね。町工場ほら、こっから人生大学だ。4万。お1,2,3,4 またね、ちょっと忘れましたんすよ、火星に。そのね、火星にね、忘れましたんすよ。忘れちゃったんか。何に行かなきゃいけないんだよ。おー、はー、まず10。なくなんじゃん、もうそれ。バカじゃなかろうかって、これもう見たことないよ、この人生ゲームで、これねえ、ボンビーじゃん、このこれ見て、これこれキングボンビーだよ。いきます。惜しい。あ、稼い？あ、いやいや、行く行く行く。くそつー、惜しかったな、今8かぶってないな。ないっすか。ありがとうございます。あと、1本。うわ、これも稼いじゃん。やったね、サッサン。あ、違う違う、違う、10万もらう。うわぁ、うわぁ、やってんです、やってんです、わざとやってサッサン、俺に嘘をついた全財産です。渡しても足りない、あれ足りないと思います。サイダー惜しい。え、稼い、稼い、稼い。マジえぐいって。やばくない？お、あ、5、え、やばくない？どうやったら返すの？何回稼いくの？いきます。7、8、9。言葉も好きだね、ほんとね。言葉の稼いとか10っていらっしゃい。同じとこ。5万もらう。5万もらう。やっぱ俺だってどこまでも仲良しなんだね。ねえ、俺は何、火星か町工場で入部してるわけ。俺はでもね、あれじゃないですか、ほら、火星何回も行ってるし、町工場何件も、ほら、俺すごい貢献してるよね。うん、貢献してる。いきまーす。5万もらう。火星資金貯めないと。俺火星資金じゃない。火星来た。25万。いや、これ無理じゃないですか。もう俺の前でそういうこと言うか。いや、俺の前でそういうこと言うか。あ、そういうこと。そういうことか。あ、10万もらいます。シェッ、いくら。あいつら余裕ぶっこいてみると、これが重なったらまあまあきつい。13万。これ多分俺全部返済して大逆転。うちの子発見5万もらってるからさ、こういうとこで稼ぐ。俺ここか、ここしか行ってない。2。やったね、さっさ。引っ張ったね、全員。さっさも好きだね、火星で。なんか忘れました。ちょっとさわちゃんが行ってるところも見に行こうかな。あー、4、よし。まあ、いらなくない。さっきの声、さっきの声。いきます。なんだ、関係ない。ないです。帰ってきてるっすね。俺なんか怖いんだけど、回すの。もうやだよ。ああ、よかった。払う。ユニークで35,000も払うの？いきます。お、終わった。終わったんですか？終わったね。あ、違うわ。1、2、3、4。よしよし、よし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 。ちょっとペース上げていこう。1。はい、稼いで。よし。うわー、借金じゃん、これ絶対。やった。ごめんな、俺がな、約束手形も落ちすぎてな。もう、さん大丈夫な、こんなんやるから。でも、お前だ。さあ、さあ、最高。ゴールして。3、3、
まあが1、2、3、4、5、6、7、8、9。あーもうもうもう完全まあ俺マッチコンボがカッサンしか言ってないよ本当に。まあこんなことある。いきます。おおはい、工場出社、あ、出社してください。でもね、沢さんには負けねえからな。8、9、10、5万よー、土の子見つけんな、本当に。今もう誰かゴールしようよ。5、3、4。ねえ、もうさ見事にさ、火星と待ち込むしか言ってないよね。いきます。やばくない、これ。6、あ、違うか。だから誰かがゴールしたら俺ハッピーになるもん。何あれ、いいね。一人ゴールしたらもう数過ぎてもゴールしちゃえばいいんじゃない。で、じゃんけん3万5000払う。これ一人ゴールしたらもう次過ぎてもゴールしよう。せめて1位でゴールさせて、うん、してほしいわ。5出たら終わる。そうだね。前振り2でも危ないっすよ。6、7、8。2万もらう。よかったです。1枚返せる。やった、1枚返せる。いきます。よし、どこ待ち工場。あー、もしかいくらだっけ。13万。減ってきたんじゃない。よしよしよし、ピンチですね。これは地獄だな。5万もらう。プロデュースします。10、いぞ。ほい、タップルしかねえぞ。いきます。なんだ。はい、返していきます。なんでいいだろ。実際の広島届かないから。5枚、よく出ます。配信してるぜ、俺。火星の分の、あれ。1、5万。なんか2万でも嬉しくないみたいな、その言い方。違う、もう、どんどん遠くなってくるんだもん。おぉ、3だぞ。よし、いけ。終わる。来てくれ。やったー、やったよ、借金。やったよ、借金。ストーが10万。これ、俺ら過ぎても、ゴールにします。そうしないとキリがないんで。あー、もうやっと終わったけど全然もう嬉しくない。1、カードか。あー、そこないんだ。6、はい、ゴール。だから、ね、2が5万。4、10万。いきます。はい、3万。3万ください。あ、2。うわ、火星や。ここでおいで、サッサン。1万。1万。最後に家お宝カード、家具券を計算します。家持ってる方、はい、購入した金額の3倍で計算します。はい、で、お宝カード、はい、カードに書いてある金額で計算します。5万5千。僕はルーレットです。ルーレットします。はい、1から5出れば9万です。はい、じゃあね。1000。その他はゼロで計算。はい、なので全員のお金を計算して金額の多い人の勝ち。2以下も金額で決めます。はい、はい、それでは終わりました。はい、じゃあ金額発表していきますか。じゃあ僕から。はい、僕が80万9000ドルです。僕が33万2000ドルです。おいら61万3000。まあ皆さんのねご希望に添えた形になりましたね。僕のはね、僕はですね、マイナス72万8000円でございます。イエーイ。ある意味チャンピオン。ある意味チャンピオンだね。チャンピオン。まあ人生はね、思い通りにいかないものです。そうですね。翔太が総理大臣だから、うん、ちょっとそこがちょっとね、よくわからんけどね。日本変わっちゃったよ。日本じゃねえよ、そもそも。ちょっとまあね、またリベンジしたいです。まあまたね、やりましょう。はい。大丈夫、さあちゃん、今晩はこう、慰めてあげるよ。あー、うん、じゃあ一緒に寝ましょうか。あ、無理です。はい、はい、ということで本日から最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回の動画もぜひご覧ください。それでは、せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。
その他の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオー。